とぎつかいは、長崎県福江市出身で時津風部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、坂本雅弘。東京農業大学卒業。最高位は、東前頭3枚目。身長184センチメートル、体重137キログラム、血液型は A 型。特異種は、右4つより。趣味は釣り、麻雀、トレーニング。 農家の次男に生まれ、父の影響で2.3歳くらいの時から宮相撲に出場した。小学校では野球、中学校では柔道をやっていたが、部員が足りず、急部状態に陥っていた相撲部を再興し、自宅の倉庫を稽古場に改造し、相撲を続けた。長崎県立諫早農業高等学校では相撲に、専念し、東京農業大学でも活躍した。しかし、 4年生の時は企業に就職しようと考え、印刷会社の試験に合格し、また父からアマチュア相撲の競合である和歌山県庁への就職も勧められたが、アマチュアよりプロで取る方がいいという本人の意思で時津風部屋に入門。1996年3月場所、幕下付出でで初土俵。都議使会が入門した頃はまだ学生相撲出身者に、 対する風当たりが強かったため、巡業では他の部屋の早々たる関取衆の可愛がりにあった。また、新潟にあった部屋の夏合宿場で、炎天の下非常に厳しい稽古を積まされた。14代ときつ風も、稽古場では何も言葉を発さない、寡黙な人物であったため異念があって怖く、大卒であり早く、関取に上がりたいという気持ちもあって必死で努力した。 1998年、9月場所新入幕。以降は主に幕内中位で活躍し、2005年、5月場所まで41場所を連続で、幕内の地位を維持し続けた。2001年から2003年あたりが全盛期で、この間に3度の技能賞を受賞。2001年7月場所、婚約の効果か先週落勝てば3賞受賞という一番に、勝ち初受賞。 2002年1月場所、結婚式が控えていたからか勝てば3勝受賞という一番に、またも勝利し2度目の受賞。2003年7月場所の11日目には、大関、土地あずまを破り単独トップに立つ活躍も見せた。その土地あずまを破った2003年7月場所11日目の取り組みは、相手に左前密を取られたものの、これを持ち前の技術できると後世に展示。 右差し左上手の体勢から寄り切って相手を下したという内容であった。幕内注意で勝ち越すことが何度もあったが、最高位は前頭3枚目と番付運がなかった。また、大関昇進前ではあるがことみつきに強く5勝3敗と勝ち越している。右四つ左上手でのリズメの相撲は高格化を鳴らせたが、2005年5月場所は、 西前頭12枚目で3勝12敗とおまけし、翌、7月場所は1998年7月場所以来、42場所ぶりに重量に陥落した。以後は怪我もあって重量に落ちることが増え、幕内会に低迷した。それでも2005年7月には2度目の重量優勝を、果たし、2006年1月場所では14日目に、白鵬に敗れるまで、 優勝争いに加わる活躍で12勝3敗と、大勝して4回目の技能賞を獲得し、西前頭14枚目という当時最も低い1位での三役揃い踏みを経験するなど長く、自力を保ち続けた。しかし2007年10月9日、同年6月に発生した時津風部屋力士、暴行死事件を受け、 日本相撲協会より解雇された部屋師匠で十五代、時津風こと山本純一の後継とした部屋を継承するために急遽現役引退することとなり、日本相撲協会に引退届及び年寄り時津風襲名届を提出した。時津海自身はまだ燃え尽きていないと現役へのこだわりがあったが、今回の新弟子死亡事件からの出直しを図るため、十四代、 時津風をはじめとする関係者の説得を受け入れ、16代、時津風となり、部屋の師匠として名門復活に全力を注ぐこととなった。なお、とぎ会いの引退と年寄り襲名により、日本相撲協会は2007年11月場所、番付において引退したとぎ会いが位置する予定であった西前島11枚目を空位にするという措置を取った。これは、 とぎつかいが年寄りと津つかぜとして番付に掲載されることにより番付上の重複を避けるためである。幕内の番付で空位が発生した事態は1873年11月に当時の東京相撲の関脇だった小柳常吉ら以来実に134年ぶりという陳事となった。また、とぎつかいがと津つかぜを襲名するにあたり、 自身が取得していた年より、西木島株を弟弟,弟子の指紋を取りに上渡した。仙台こと山本が解雇されたちょうど1年後の2008年10月5日、両国国技館において引退相撲を取り行い、断髪式で曲げに別れを告げた。式典後、都議使いの16代時津風は、昨年の不祥事を改めて謝罪した後、 新生ときつ部屋を良い方向へ行くように頑張りたい、と抱負を語った。2016年3月30日現在で、教会の職務では、審判部の所属になっている。2017年1月31日にマガキが、アクセリンパシュにより死去した際には、こらえますねとぽつり。続けて、9月に復帰して指導者として稽古場に毎日、来てました。若い種に、 しつけとか挨拶とか厳しかった。あんなに厳しく指導する奴いない。自分も見習わないといけない。若い種をしっかり指導していきたいと鎮痛な表情を浮かべながらコメントした。2017年5月場所はヘルニアで場所を休場。3日目に足立区内の病院で内視鏡手術を行い、すぐに部屋に戻った。2021年2月22日。 後日の不祥事により、日本相撲協会より退職勧告の懲戒処分を受け、同日付で退職した。時津風部屋は部屋付き親方の間かきが名跡を時津風へ変更し、同部屋を継承した。長男の広和は、父親が師匠を務めていた縁で時津風部屋入門が決まりかけていた。しかし父親の退職を受けて入門するべき部屋を再考し、 次男の昇進とともに立浪部屋に入門した。同年5月場所前の新弟子検査に合格し、同月11日に初土俵を踏む。処分の決まった2月22日に、犯罪ジャーナリストの小川太平の YouTube チャンネル、小川太平の事件考察室にインタビュー動画がアップロードされた。動画の概要欄には録画は2021年1月末と、 明記されており、16代時津風は、相撲協会に在籍している。インタビュー動画では16代時津風も小川もマスクは、しておらず、両者を仕切るアクリル板も、インタビュールームにはない状態であった。インタビューを行った小川は、マスコミの取材に対して、麻雀店と報じられた店は、雀荘として、営業はされていませんし、雀荘の看板もありません。 そこの社長の父親が以前は別の場所で雀荘を経営していたが昨年その社長が亡くなり雀荘は閉めた社長の息子さんの事務所にそこの雀クが2台あって1台は使っていなくてあとの1台は講演会の人や友人らが集まれば麻雀をやることもあったそうです時津風親方は麻雀はやっていないと話していると16台時津風の代弁をしている また16代時津風は小川を通じて、僕が夜に部屋から出たことは、教会のガイドライン違反です。その日は、両国国技館に午後6時半くらいまでいて、一旦部屋に帰って、着替えて、部屋のものと軽く食事して、それからチケットを持ってその場所に行ったんです。教会のガイドラインでは、ちゃんこ版の買い物や、治療等以外はダメです。だから、そこは反省して認めています。 外出したという時点で僕は違反をしているとコメントしている。また、退職直後の3月10日付で時津風部屋の部屋施設が東京家庭裁判所の命令により仮差し押さえをされたことが分かった。再建者は16代時津風の妻で16代時津風が長男、次男の各界入門を控えた時期に遊び歩いた末に、 退職に追い込まれたことに激怒して離婚裁判を起こしたと伝えられている。時津風部屋公園会長は妻から離婚の知らせを受けていたという。しかし、部屋を継承した17代時津風も部屋施設の仮差し押さえは知らなかったという。一連の出来事について、16代時津風は6月4日発売のフライデーのインタビューに応じ説明を行った。 2007年の力士暴行指事件直後に15代、時津風に呼ばれ、俺は解雇されるだろう。お前、引退して、親方になれるかと言われたという。突然のことで即答できず、現役生活に未練もあった。しかし当時は、幕内会に低迷しており、力士としての限界を感じていたことから、両親と相談し、時津風部屋継承を承諾した。部屋を継承以来、 弟子を連れて、被害者遺族や、各地の講演会に謝罪をして回る日々で、将来ある若者の命を奪って、などと厳しい言葉も浴びたという。2、3年で事態が落ち着いてきたが、ついこの間まで共に稽古をしてきた仲間から、師匠と呼ばれる自らの立場になじめず、現役力士の土俵入りを見ると、現役はいいな、と、寂しさを感じていたという。3度に及ぶ。 不祥事について、一度目の野球賭博関与については、甘い認識で野球賭博に関わったことを反省している。三度目のコロナ禍中の境界ガイドライン違反の外出については、当時は急性衰炎での入院生活中のストレスも残っており、妻との関係がうまくいっていなかったことなどから犯してしまった過ちであるという。三度目の規律違反でけじめをつける覚悟をし、 力士たちに話をしている。東京火災が時津風部屋施設を差し押さえたのは離婚時の財産分与の前に第三者に売却されることを防ぐために妻が取った処置であった。妻とはその後離婚したがお神としての役目から解放されたことでストレスがなくなり毎日のように連絡を取り合っているという。16代時津風は現在部屋を出て 都内で一人暮らしをしており、支援者のもとを回って退職の経緯を説明し、家では体がなまらないようトレーニングをしていると話している。同年9月24日、朝倉未来がスペシャルアドバイザーを務めている総合格闘技大会、ブレイキングダウンが同月26日に開催する大会の対戦カードを発表、第26試合で、 元パンクラスの三浦博光と対戦することが分かった。ブレイキングダウン大会運営側が、相撲情報室な編集長の竹内和馬に、相撲関連のキャスティングを依頼し、実現した対戦であるという。試合は、判定に持ち込まれ、一社が礼勝利した。現役時代のとぎ使いはしばしば、相撲校者として紹介された。右四つでの寄りが持ち味。 左込み手を取れれば、引き付けが効き、出し投げ、ひねりもあり、特に強かった。また、回しを切る技術も秀逸だった。さらには刺し手を殺すこともうまく、限界四つの相手でも勝つことができるというところがあった。しかしもともと組めないともろく、突き押し相相手には苦戦した。晩年には、 足腰の衰えが顕著になり、すぐに腰が立って、足が流れたり吹っ飛ばされたりすることも目立った。四つみでの技術では、同世代の力士の中でもトップクラスであり、四回に渡る技能上受賞がそれを物語っているが、番付運の悪さや取り口の脆さが災いして三役、昇進は叶わなかった。2010年6月18日、大相撲における野球賭博の問題で、 日本相撲協会に対し、豊ノ島と共に賭博をしていた事実を認めていたことが、報道された。これを受けて日本相撲協会は、主任から最下位の平戸しよりへの1階級降格と5年間の、昇格見送りの処分を下した。2011年3月、大相撲やお調問題に関与し、引退勧告処分となった死も、大鳥のりおの監督不意届きにて、 昇格見送り3年の処分を受けた。野球賭博問題での5年間昇格見送りと合わせて合計8年間の処分となったことになる。下大鳥の処分に関しては納得はしていない。思いはみんな一緒だとしている。2014年の役員改選と同時に行われた新たな職務文書では当初の方針より早く昇格停止処分が解除された。 形で主任に再昇格し、2015年1月29日付で、委員に昇格している。2020年9月場所前2020年9月11日、日本相撲協会は、協会作成の2019、新型コロナウイルス感染対策ガイドラインに違反する行動があったとして、16代時津風を9月場所中の謹慎とした。その間、 時津風部屋は部屋付きの枝側が、首相代行として管理することとなった。今後、相撲協会危機管理委員会、コンプライアンス委員会が聞き取り調査を行い、理事会でおって、処分などが協議されるという。柴田山広報部長はこの時点では調査中として、詳細に関する説明を控えたが、例えば新弟子とかある。 協会に相談してくださいと言っているんですが、安易な行動、これだけ協会が感染予防の強化と言っているが、違反行動を取られることによって感染してくる可能性はなきにしもあらずですよ。何らかの処分の対象になってくると話した。外出に関してはガイドライン上で取り決めがあり、本人も違反行為を認めたという。相撲協会は9月場所を見据え、8月以降は 感染予防の観点から2週間ごとに、力士や親方の行動ガイドラインを作成していた。7月場所後の一時的な緩和を経て、8月中旬に、外食は、第三者との接触を避ける、ホテル、旅館の宿泊不可などと規定し、再通達をしていた。関係者によると、不要不急の外出が禁止された8月31日以降に、第三者を交えて、 他県を訪れゴルフをしていたことが発覚したという。正式な処分が出るのは10月1日の教会理事会においてであり、部屋所属の正大の大関昇進が決まった場合の伝達式は9月30日となる。刑事であることも考慮して相撲協会は特例としてこの時の同席は認めることとした。 ところが近親中の16代時津風が29日朝から吐き気を訴え急性水炎と診断され、夜に内視鏡手術を受けたことから、正代の大関昇進伝達式には、師匠代行の枝川と時津風部屋おかみが出席することとなった。なお、急性水炎に関しておかみは石が十二指腸まで動いて引っかかっていて、膵臓が炎症を起こしていましたと説明しており、 16代、時津風は、どうしても行きたいと言っていたものの医師からは、放置していたら、大変だったと、ストップがかけられた。10月1日の協会理事会で、委員から年寄りへの2階級降格処分となることが、決定した。協会コンプライアンス医の調査によると、16代、時津風は9月4日に友人に誘われて、宮城県に旅行し、居酒屋で会食。この店が、 三密状態であったにもかかわらず、マスク着用などの感染予防策を怠った。また翌5日は、ゴルフコンペに参加した後、長崎県五島市に帰省するため、福岡市に移動し8日まで滞在したという。感染リスクの高い行為が含まれており、部屋での感染蔓延や、力士の休場、本場所開催が危ぶまれる可能性を指摘し、過去に2度の懲戒処分を受けていることからも、 公角処分が妥当と、同委員会は、八角理事長に答申していた。2021年、1月場所中違反行為の判明と調査、処分の経緯2021年1月27日、同年、1月場所中に、歓楽街に出向き、麻雀店に出入りしていたことが報じられた。週刊文春2021年1月28日号は、ガイドラインに違反しての風俗店通い、 先週落翌日の密会デートなども報じている。麻雀店が良いは1月場所に限ったことではないという。27日にマスコミの電話取材に応じた柴田山広報部長は調査はするという話は聞いた。そこから先に動かないと本人が言っていることが本当かどうかもわからないし、周りの人からも聞いてと説明している。コンプライアンス委員会が調査をしており、 相撲協会は処分について検討するとしている。また一部マスコミが16代時津風は同日に協会退職の意向を固め退職届を提出したとみられると報じた。28日に相撲協会の理事会が行われ理事長から報道内容や経緯について報告があったという。コンプライアンス委員会は16代時津風からの聞き取りを終えており、 さらに同意委員会で調査、審議された後に調査報告と処分案をまとめて、理事会に答申する予定。改めて理事会が開かれ、処分が検討される。29日にマスコミの電話取材に応じた、柴田山広報部長は、コンプライアンス委員会が調査中であり、16代、時津風が退職届を提出したとの報道について、詳しい内容は何も聞いてないと話した。 同日の執行部会議で2月に緊急理事会が開催されることが決まり、この理事会で時津風の処分が協議される見込みである。また各部屋に対し、日常生活においてガイドライン違反をしない振る舞いをするよう注意喚起が出されるという。報道各社は同日夜、時津風が処分内容に関わらず退職する意向を固めたと報じた。31日には、 時津風部屋を20代管楽器が継承する方向で調整が進められていることが報じられた。16代時津風や一門の有力親方も了承しているという。2月3日、コンプライアンス委員会は16代時津風の夫人の聞き取りを実施した。2時間程度で場所中の16代時津風の外出行動の事実確認をしたものと見られる。 この時、青沼高之委員長は記者に対して、何も話せることはありませんの一言しか述べなかった。同月12日、マスコミの電話取材に応じた、柴田山広報部長は、同月22日の臨時理事会で16代、時津風の処分について話し合われることを示唆した。同月16日、コンプライアンス委員会は、両国国技官で16代時津風を聴取。 処分意見を検討した。出席者によるコメントから、同委員会は退職する方向で、処分意見をまとめたとみられる。関係者によると16代時津風はこの日、改めて退職の意向を伝えた。また時津風部屋の継承者については、枝川も含め、部屋で改めて話し合われることが報じられている。同月22日に、臨時理事会が開かれた。 コンプライアンス委員会の調査によると、16代、時津風は、初場所中の1月18日からの5日間、都内赤坂の麻雀店に出入り、同月20日には、新橋の風俗店、23日からの2日間は、赤坂の体古式マッサージ店に出入りしていた。2020年11月に、八角理事長から9月場所前の違反について、 同様の違反を繰り返した場合、さらに厳しい処分となると諭されており、同年12月25日以降は、近隣のスーパーコンビニへの買い出しや、治療のための通院、生態、クリーニングやウォーキングを除き原則外出禁止となっていた。所属力士を含む多くの協会員が耐えてきた中での、時津風の行動を、同委員会は、反省の態度や師匠としての自覚など、 微人も見て取れることはできず、厳しい避難に値すると断じている。16代、時津風や部屋に感染者はなく、16代時津風が、これまで13年にわたって部屋を維持し、今回の件を反省して、退職届を提出していることを鑑みても、そのあまりにも身勝手な行動は、深刻な状況の中で、懸命に1月場所を開催したすべての相撲協会関係者の、 思うよ踏みにじるものであって、時津風親方には、師匠としての自覚どころか、相撲協会の一員としての自覚すらもないのでは、ないかの思いすら禁じ得ない、もはや同親方を相撲協会に在籍させ続ける、ことは相当とは言い難いとして、退職勧告の処分意見が答申された。同委員会では、本場所という大相撲の根幹をないがしろにした行動に、 退職金が支払われない解雇とすべきだという、厳しい意見もあったという。しかし、明確な法律違反がなかったため、退職勧告に落ち着いたという。理事会は、この答申を受け、16代時津風に退職勧告、退職金30%減額の懲戒処分を決定し、16代時津風は22日で退職した。 時津風と時津風部屋は二重代管楽器が継承することも決まった。この日、マスコミの取材に対応した柴田山広報部長は、処分を言い渡して何かありますかということで、特にないということで、ご迷惑をおかけしました。どうもすいませんでしたと。私の感じとしては、申し訳なかったという感じは受けなかったね。理事長からは、 引き継ぎも迷惑かけないようにやってくださいよ。一般人になっても厳しい目で見られるよということも言われていたと本人の様子を明かしている。違反行為、処分への反響をたび重なるガイドライン違反行為に対して解雇などの厳罰の必要性が取り沙汰された。また相撲ファンの間では、阿ビのコロナ禍における会食問題の事例のような温情裁定が下ることを危惧する声も上がった。 16代時津風から謝罪の連絡を受けた部屋の講演会員も部屋の看板の重みを理解できていないのではないか。これでは応援する人もついてきてくれないと話したという。一方、ある部屋関係者は16代時津風の現役時代からの賭博好きは認めながらも酒もタバコもやらない真面目な人柄であったことを話している。2007年に発生した力士暴行死事件で 仙台師匠が解雇され、部屋継承のため33歳で強制引退となり、何の引き継ぎもなかった状態から苦労して部屋をまとめ上げ、商来を育ててきた実績などを明らかにし、現役への未練やコロナ禍での外出自粛のストレスゆえ、ギャンブルを止められなかったのだろう、と16代時津風を擁護した。教会は本場所の二週間前から先週楽まで教会員の外出を 原則禁止するロックダウンを知っており、長期間力士たちに我慢を強いている実情がある。にもかかわらず、時津風部屋では何日に、ちゃんこが用意されず、各人で用意していたという。正代は寂しいと明かしており、所属力士たちへの配慮不足も指摘されている。古くからの部屋の公演体制の充実ぶりが16代、時津風の思い上がりを招き、 この件につながったのではないかという分析もある。ありがとうございます。